ええー、皆様こんにちは。えっ、ー、と、えびはらです。今日は一寸法師を読もうと思いますい。皆さんもご存知なんじゃないでしょうか。一寸法師、よろしくお願いします。一寸法師。昔昔、子供のいないおじいさんとおばあさんがいました。神様、小指ほどの大きさの子でも良いから授けてくだされ。二人は 神様にお願いをしましまたするとまあ本当に小指ほどの男の子が生まれましたおじいさんとおばあさんは一寸坊主と名前をつけて可愛がって育てましたある日一寸坊主は言いました「都へ行かせてください」「都へ行って立派な人になりたいのです」 ととうとうある日一寸法師は針の刀を腰に刺してお椀の船に乗って川を下り始めました「おーいどこへ行くんだ?」スズメが追いかけてきて聞きました「大丈夫か?」土壌がピンと跳ねて言いました「あったあっなにくり返りり返そうになりました」。 一寸帽子は箸の回で上手に船をこぎました。川はだんだん広くなって、向こうにお寺の屋根が見えてきました。もうすぐ都だぞ <laughs> 都に着いた一寸帽子は大きなお屋敷にやってきました。頼もう誰じゃの頼もう どなたじゃな頼もうお殿様の家来が出てきましたが一寸法師に気がつきませんなんだ誰もいないじゃないかいるよここにいるよ一寸法師は下駄の下から顔を出しました家来は一寸法師をお殿様のところへ連れて行きましたほほう 姫の話相手にちょうどよいな。お殿様は笑いながら言いました。お姫様はすぐに気に入って、奉子、奉子と呼んで可愛がりました。さてある日、一寸法師はお姫様のお供をして観音様にお参りに行きました。すると、そこに真っ赤な鬼が現れました。 あお姫様がさらわれる一寸帽子は針の刀を抜いて飛びかかりました。なんだ、このちびすけめ鬼は一寸帽子をつまんでパクンと飲み込んでしまいました。ところが一寸帽子は鬼のお腹の中をチクン、チクン、チクン。うわあいててててて鬼が慌てて吐き出すと、 今度は顔に飛びついて目をチクンギャー鬼が逃げていった後を見ると何かごろんと落ちて言いましたあこれは鬼の宝物で振りながら寝声とを唱えると何でもかなう内出の小槌ですそれで私を大きくできますか <laughs> できますともお姫様は 「伸びろ伸びろよ奉仕の背」と言いながら小づちを振りましたすると一寸法師の背はぐんぐん伸びてあっという間に立派な若者になりましたそして一寸法師はお姫様と結婚していつまでも幸せに暮らしましたとさおしまい